画面の前の皆様、こんにちは、ベルクラでございます。今回も殺人鬼プレートなら、もっとアイテムいっぱいからの、あれ、ひっくり返らない、生存者側がひっくり返らないって珍しいね。ん？これおそらくね、生存者が全員一箇所に集まる、もしくは生存者二人が一箇所に集まる、もしくはある生存者が私よりめちゃくちゃ遠い位置で始まる、まあそういったアイテムを使ってる可能性はありますね。何にしろね、遠いところで若い男女がイチャイチャパーリないなんてね、まあ私は許せません。だって映画レザーフェイスのやつのね、テキサスチェーンショーのやつでね、ジェシカ・ビール演じるね、巨乳タンクトップガールがね、バインバインしながらね、まあ、捕まるわけですよ。まあ、そういう時にね、そのレザーフェイスのお母さんがね、あんたみたいな子がうちの子キモいだのなんだのいてみたいな感じで、なんかもうすごい不条理なストレスのぶつけ方をするんだけど、そらそうだろっていう感じはするよね。こんなんですよ、人の皮かぶって。いや、かわいそうな子ではあるんだけどね。で、そのレザーフェイスの小さい頃の作品が今度公開されるというね、レザーフェイスの何なんでしょうね、名前は。で、ハロウィンもそれがあったからね、楽しみですよ。おっと、君みたいな子が私のことキモいだのなんだの汚いだの臭いだのハゲてるだの、まあ、言ってくるわけですよね。ほい楽しくなってまいりました。そういうリア充の人たちを追い込んでいく、これがホラー映画の醍醐味であり、このホラーゲームデッドバイデイライトの楽しみの一つでもあります。下に連れていくぞ。なんでこれ下にこれあるのに上にもあるんだあ、旧正月の向こう側だったか。あれ、釣ってあげないとね、石をもらえないからね。まあどっちかで言うと、私このレザーフェイスの顔、新しい顔が欲しいんですけどね。もうメグちゃんのはもう持ってるんで、ジェイク・コゾーとあのドワイト・ハゲをどうにかしたいんですけども、この辺なんだけど、戻ったか、ぐーっと。あれ？消えたな。これですよね、正月のフック。行ってるね。これ行ってんね、これ。行ってはないのか。お？なんか来た。なんか来たな。じゃあこの家の方覗いてみましょうか。うちに入りやがって、この野郎。待って、そうだ、私呪いを置いたままにしてた、これ。ルイン置いたままにしてた、忘れてた。壊してない。真っ先にこの呪いのところに行くんですけど、実は私。え、まだ助け行ってねえぞ、これ。この辺いないの？なんだ、全然いないやん。勝ってんの？おぉ、やっと救われたようだな。まあ大丈夫だと思うけど、ルイン壊されるとすごく悲しい気持ちになりますからね。あそこに釣られると、お、こうやってね、逃げるときに大変になってきますからね。んと、ふれ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 、怖いぞ怖いぞ。おお、マジかよう逃げた。こら、三つ編み子よ、どうせ男女一緒にパーリナしてたんでしょ。お酒飲みながらゲームやったり、あそこ行けるかもしれない。オッケー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 。あ、そう、今回ね、ご紹介する映画話していきましょうか。後ろ、花火を上がれ、パーリナパーンですわ、気持ちいいサウンドオブサンダーっていうね、ある未来の話なんですけどね、2055年だったかな、西暦の話なんですよ。まあ未来の話なんでね、 SF ホラーに近い、映画なんですが、これね、実は上でやってるの、
ちで、ここマミーの家なんだ。ここマミーの家やで。消えてる。消えちゃってる完全に。まあ、西暦2055年ともなればね、なんとタイムトラベルがもう一大サービス業になっておりまして、そこでね、恐竜時代ね、うん、恐竜がいる時代にタイムトラベルしてね、恐竜狩りを楽しむというね、これ画期的な。ちょっといえ、君も追いかけていくぞ。怪我してるが、まあほっといてやろう。手負いの女はほっといてやるか。ああいい声だ。ああ、それ恐竜狩りをしてるわけです。ただね、条件があって、まあ、過去を変えると未来が変わってしまうというね、まあまあことが起きちゃうから、まあ、恐竜なるべく歴史に干渉しないような、まあ、恐竜狩りをしようとするわけですよ。まあ、一体それは何なのかといったら、恐竜が絶滅したであろう大火山噴火みたいなね、まあ、その映画の中ではの設定ではあるんだけども、その大火山噴火みたいなね時に、もうブワーってこう死ぬっていうね、ティラノサウルス死ぬっていうところにタイムスリップするんですよ。そう、1分以内ぐらいのところに。でそこでその絶滅する直前のティラノサウルスを銃でバキューンって撃って殺して、イエーイみたいな、俺ら最強だぜみたいな、バレないだぜっていうのね、楽しむ、まあ、贅沢な、倫理的にもちょっとどうかなと思う巨大サービス、一部の人たちに、一部の富裕層たちに受けてるサービスがあるわけですね。そっち行ったか。まあご想像の通り、よからぬ方向に行くと先回りしてやる。よからぬ方向に行ってしまう。ある日、その、まあ、まあバカなね、観光客を連れて行ったわけですよ。そしたら、まあ、絶滅前のこうだった。絶滅前の恐竜を、まあ、倒した後に、殺した後に、なんか変なもん持ち帰ってきちゃったのかな、多分。でも何にも持ってきちゃいけないんですよ。何も持ってきちゃいけないのに持ってきちゃったと。それによって今の2055年の歴史が微妙にズレが生じてくる。それがね、まるでビッグウェーブかのようにね、まあ、私がこう今生存者を追いかけてるようなこの荒波のように、ブワーッとこう世界に干渉していくんですよ。ブワーッと干渉していって、その衝撃波が通り過ぎた後、変わってしまった、微妙にずれた未来の姿が世界に映し出されるんで、だから謎の進化を遂げた生物が出したり、おっ、違った、なんか今信子がいるのかと思った。気候が変わったりね、うん、突然変異した人間らしきものがいたり、もうじじいがいたり、ほらいい動きしやがり、追い込んでいくぜ。うー、おらよっと、いいね、初じじいゲット、絶滅寸前の初じじいゲット、っていう、まあ、映画で、主人公たちはね、その歴史を改ざんしてしまった原因を取り除くためにも必死にね、やるわけですよ。このままでは人間以外のものが主導権を握った世界になってしまうみたいな。まあね、設定だけ聞くとめちゃくちゃ面白そうじゃないですか。こっからが重要ですね。まあ、映画として作りとしてはね、結構 B 級なんですよ。いや、設定面白いのにね。そい、相手戻しなさい。フランクリンのこれが悲劇だ。なんかフランクリンの悲劇のあのポーンって落ちた時のなんか悲しい効果音、こっち側にも聞こえてほしいですよね。
なんかこう落としてやったぜっていう気になるしさ、大事なもの失ってるんだねフェミン君。と見せかけて戻るんじゃないかな。はい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 、ほい行きましょう。そうなんですよ。でまあその作りがちょっとしょぼいんですね。言ってみたら B 級 SF っていうか SF ってやっぱり私重要だと思うのは、あの言ってもやっぱりリアリティだと思うんですよ。 CG、 まあ今となったら、まあ、自然な CG だったり、そこにまああるちょっとめっちゃいじってる後は、こらめっちゃいじってる後じゃない、違う違う、めっちゃいじってるじゃん、あのめちゃくちゃやっぱりリアリティのある演出だったり、まあその CG 技術だったり、うん、セットだったり、必要だと思うんですね、うん、そうじゃないとなんかちょっとやっぱチープになってしまう。 SF ってそうじゃないですか。例えば SF 漫画でもそうですよね。あの少年漫画って基本なんかこう SF って、タブー視されてるんですよ実はね。っていうのも SF を書いてヒットさせるって非常に大変なことで、漫画でもね、うん、それしょぼくなるからなんですよ結構。やっぱその作家自体、作り手自体がね、そのやっぱデザインだったりなんだったり世界観だったりっていうのをこうきちんと作らなきゃいけないので難しいんですよ、うん、説得力というかね。なのでね、まあ SF 映画も難しいと思うんですけどもね、うん、まあまあそれ差し置いて、まあネタとして面白いなっていう感じはありますね。ここ出れないよ君、出れないよ、これネタとして面白いなっていう感じ。デッドバイデイライトって B 級っぽい感じじゃないですか。これね、やっぱコンセプトが素晴らしいよね、うん、そっちの方になんか離れし流れちゃったけど、で B 級感はありつつも、そういうのがまあ全然 SF でも楽しめるよっていう人はいると思うんですよ。あ、そういうなんかちょっとおバカっぽいノリの SF 好きみたいなのが許容できる人だったら、サウンドオブサンダーは結構楽しめるんじゃないかなっていう、そういうノリでね、うん、いう気がします。じゃあ本格的な SF って何なんだっていう人はインターステラー見てください。インターステラーはねすごい。あとジジイだけなんだよな、回復しに行ってるな。どっちくんどっちくん、あれ客が行ったか。じっちゃん、じっちゃん何かけてこっち、いや全然違う、全然違う、これはいっと探し始めますか。まあ、うん、インターステラーなんですよね。いや、あとは2001年宇宙の旅、もう昔の映画でもありながら、あの素晴らしい演出。あれなんでトム・クルーズが出てる宇宙戦争だったっけ？なんかでも、なんか簡単にこう。宇宙人っていう単語を使うとちょっとチープになるじゃないですか。いるいるいる、こっちにいて、よし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 、捕らえたな、これいた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 。宇宙人っていう単語を使うと意外とチープになるの、すぐ。なんかそういうセリフ聞くとちょっともう、あ、チープになったなっていう感じするじゃないですか。宇宙人が攻めてきたみたいな、うん、でも宇宙戦争とかでのなんか演出とかでね、まあだいぶ前の作品だけども、簡単に宇宙人っていう単語使わないんですよ実は。よく映画見てもらうと分かると思うんですけども、うん、だから それなんだみたいな表現なんだけど、息子とかが何それどこなのみたいな、ロシアなの中国なのみたいな、い違うよそういうことじゃなくてみたいな、こういうことおじいちゃんどこ行った、おじいちゃんの肩もみもみしてやるぞ、このハンマーと
あ、ここに非常時あったんか。まずいな。近くじゃないよな、これ。やべえ。近くに潜んでたらこれ出られるぞ。どうすっかね、これ。簡単に使わないっていうのはね、やっぱそれリアリティのなんかこう、雰囲気につながるよね。うん。簡単に行ってしまうとやっぱチープになっちゃって、ここにいたはずなんだわ。どっかもう行っちゃったね。簡単に使える分チープになってしまうっていうね。うん。感じがしますけどね。でも日常で本当にさ、日常で何かもうこれはもう人知を超えた科学力が左右してるような何かがドコーンと起きた時に、まあ、自分で想像してみてくださいね。宇宙人が攻めてきたと。あ、いたいたいた。直結し、すぐ直結して友達のところ行って、宇宙人が地球攻めてきたみたいな説明するかといったら、多分そうじゃないと思うんですよ。現状理解できない、自分の思考を超えたものが起きたとしたら、宇宙人とかじゃなくて、いや、あれがそれがって多分なると思うんですよ。そういうところいや、よかった。危ねえ。ここ、こっそり入られるかと思った。じいちゃん見失った時はどうしようかと思いましたけども。さあ、ランクリセット起きた後になるので、まだここからランク上げていかないといけないんですが、正月イベントもありつつ、こなしていって、このデイリーの、仕様も変わりました。このデイリーの仕様ね、実はゲームをオフラインにしてる時は基本1日1回ログインしないとデイリーチャレンジみたいな感じで出てこないんですよ、ポンと。で、今回新しい仕様になって、たとえ3日いなかったとしたら3日分のやつがドロッて出てくるんでね、その辺便利になったかと思います。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ウェルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。